震や津波、大雨や暴風などの自然災害、人々の営みの中で発生する大規模な事故や火災、時と心を選ばずして襲いかかるあらゆる災害に対し、私たち消防は市民の生命、身体、財産を守り抜くとともに、被害の軽減と市民の負託に応えるため、勇猛果敢に立ち向かわなければなりません。今年は大規模な公共施設で火災が発生し、建物内に数人の逃げ遅れがいるとの想定で訓練を行います。それでは、全国に誇る北九州市消防局の力強さをご覧ください。火災指令、門司区西海岸1丁目3番3号大規模公共施設から火災が発生、建物内に数人の逃げ遅れがいる模様。以上。北昇308から訓練本部、北昇308、火災出動、この火災の指揮、東部方面大隊長、支援情報を送れ、どうぞ。了解。訓練本部から門司区西海岸1丁目火災出動中の各隊、この火災の指揮、東部方面大隊長、支援情報を送る。大規模公共施設から火災が発生し炎上中、建物1階と4階に逃げ遅れた者がいる模様。以上、訓練本部。東部方面大隊長了解。東部方面大隊長から出動中の各隊、火災は炎上中、建物内に複数の逃げ遅れ者がいる者、各隊、人命救助最優先で活動に当たれ。以上、東部方面大隊長。海側をご覧ください。火災の消火と逃げ遅れた人たちを救出するため、さまざまな消防車が出動してきました。消防車は大隊長を乗せた指揮車を先頭に、救助工作車、タンク車、救急車の順番となっています。消防隊が現場に到着しました。各隊は火災の消火と逃げ遅れた人たちの救出に向かいます。中央をご覧ください。現場指揮本部が設置されました。ここでは大隊長を中心に各隊への活動の指示や火災の情報収集を行います。建物の上階をご覧ください。逃げ遅れた人たちを救出するため、オレンジ色の救助隊は二手に分かれて救助活動を開始しました。消防車からホースが伸びてきました。建物1階部分の消火活動に向かいます。このホースの重さは1本8キロほどで、防火服や空気呼吸器を含めると消防隊員の装備は30キロを超えることもあります。建物の上階をご覧ください。逃げ遅れた人を救出するため、救助隊がロープを斜めに張ろうとしています。建物右手1階部分をご覧ください。逃げ遅れた人を救出するため、消防隊が建物内に侵入します。現在消防隊が放水しているのは、平成19年度に北九州市消防局と地元石鹸メーカーであるシャボン玉石鹸、北九州市立大学の産学官が連携して開発した石鹸を主成分とした世界一環境に優しい消火剤、ミラクルフォームです。消火活動は主に
水で行われますが、消火剤を使用することによって少ない水量で消火することができます。現在国内だけでなく海外の消防機関など広く採用してもらうことによって地球環境へ影響を与えるような大規模な林野火災などの対策として貢献できるよう取り組んでいます。建物の状態をご覧ください。逃げ遅れた人が斜めに張られたロープに取り付けられました。このロープを使用して地上に救出します。建物の上階をご覧ください。斜めに張られたロープを使用して逃げ遅れた人が救出されています。建物右手1階部分をご覧ください。建物内で逃げ遅れていた人が消防隊とともに外へ出てきました。消防隊は救出した人を救急隊へ引き継ぎます。逃げ遅れた人の救出が完了しました。救助隊は救出した人を救急隊へ引き継ぎます。また救出された人は負傷により歩けない模様です。救急隊がストレッチャーを使用して救急車まで搬送します。ここで北九州市の救助隊について紹介します。北九州市には主に陸上の救助事故に出動する救助隊7隊、海などの水難事故に出動する水難救助隊3隊、そしてテロや化学災害など特殊な災害に出動する化学救助隊1隊を配置し、あらゆる災害から市民の生命や財産を守るために救助体制の強化に努めています。消防隊や救助隊などにより火災は完全に消し止められ、逃げ遅れていた人は全員救出されました。消防局は延べ96隊402名の職員を派遣し27名を救出しました。人々の営みを一瞬で奪い去った豪雨災害、その中で私たちは増水した川の中や土石流により押し流された建物の中で助けを求める人々を救出し、